いやーでもこのバスオフロードも行けて頼もしいですね。すごかったな。サスペンション戻しとこう。戻ってんのかな。あ、月が見える。夜は夜でいいですね。あー、この先もなんか通行止めのところありましたよね。あ、こうオートハイビームじゃないのか。手動で切り替えなきゃいけない。なんか車止まってません？ああ、その柵が壊れちゃってんだ。ああ、検問はこれか。なんかありましたよね。サイン会場か。はいはいはい。ああ、捕まってる。てか後ろ大渋滞になったの、いつの間にか。あ、スピード違反で捕まってんのかな。頑張れって書いてる。ピースですね。はい。なるほど。ネズミ取りかな。なんかどこどこ柵壊れてますよね。あー、そこでやってんのか。こっち側もやってんな。両サイドでネズミ取りやってますね。確かにここは飛ばしたくなる場所ですもんね。あ、そこもサイン会場になってる。めちゃくちゃ捕まってるじゃないですか。あ、すごい捕まってんな。あー、ウサギが。ごめん、引いた。ウサギちゃん引いちゃった。やらかしましたね。あ、しかもパトカーも。なかなかカオスな場所ですね。いや、すごい捕まってましたね。そして後ろで渋滞というか煽られてる気がするな。見えないけど、夜道でこう小動物というか動物飛び出すのリアルで怖いですね。こっから下り、もう間もなく仮眠スペースのところか。あー、そこ左はいけない。あ、見えてきた。そこの仮眠スペースは行ったことないな。行ってみよう。なんだそれ。あー、パーキング。そこも休めるってこと？あ、ここ休めるのか。ここで休みましょうか。なんか集まってる？あー、やだ。釣りしてる人とか、なんか人がいっぱいいて嫌ですね。なんだなんだ？よいしょ。こんなとこで仮眠取りたくないけど、仕方ないですね。はい、じゃあエンジン停止して。一回で。あー、5時か。まあちょうどいいかな。ちょっと見てみましょうか。あ、たこ揚げしてんのか、それ。なんかみんな集まってんですかね。あ、子供がたこ揚げしてますね。子供ですよね、これ。そんな人いましたっけ？初めて見たかも。あ、プロジェクトジャパンのタコ揚げてますね。なんかよくわかんないけど集まってる。今どこ？ああ、ここで、あ、この先も仮眠スペース。結構何箇所もある感じなんですね。ここも行ってみたいんだよな。ここで、ここちょっと入って給油していくか。こっちが。ああ、ここは行けないとこですよね。前行ってなんか行った先で倒木してんのは見た気がするけど。平湯トンネル。
だいぶ長そうなトンネルですね。あ、すごいすごい。こうウィンドウのフロントウィンドウの反射がいいですね。リアル。あれなんかなりますよね、こういう感じに。すごいすごい。だいぶ長いトンネル。あー危ない。あー、スピード出すぎ。あー危な。すごい下りだな。夜だとなおさら怖いですね。もうそろそろ夜明けだとは思うんですけど、しっかり排気ブレーキリターダー使って降りていこう。この下り怖いですね。フットブレーキ使いたくない。だいぶ降りてきたけど、そこは？あ？ちょっと待って、なんかある。いける？それ。進入禁止か。いけない？これ。でもなんかいけそうな感じに見えるな。ちょっと帰り見てみましょうか。ちょうど帰りぐらい明るくなりそうだから。ちょっとここ寄ってみましょうか。あー、この休憩スペースか。お、すごい。なんか建物もある。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。なんだここ。あ、隣キャンピングカーがいっぱい止まってんな。 RV パーク、オートキャンプ場かな。なんかトレーラー止まってますね、明かりつけたまま。スカニアのトレーラーが止まってる。ちょっと給油ですね。右方向です。いや、そこは止まんないです。よいしょ。いや、営業なんだ。エネオスで給油していきましょう。よいしょ。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。はい。給油ですね。あ、ちょうど明るくなってきたな。ガソリンスタンドリアルだな。めちゃくちゃリアルですよね、これ。144リッター。燃費すごいいいんだな、これ。満タンなんだ。めちゃくちゃ燃費いいですね。あ、クリスタルキーパーがある。コーティングもやってるんだ。これ、いける？こっちが。あー、大型用の洗車場ある？それ通れるかな？大型用の洗車場がある。すごいすごい。洗車したいけど。あ、いけそうですね。おー。というコーナーもあって、やっぱ大型用の洗車機ですね。すごいすごい。いいな。で、この先。右か。ちょっと街中も寄りたいって、ここをちょっと寄りたいですね。なんかありそう。ここ行ってぐるーっと回って行ってみるか。なんか街ありましたよね。バスターミナルみたいになった気がするんだよな。実際の交通規制に従って走行してください。ちょっとまっすぐですね。行ってみましょう。あー、街中ですね。あ、バスターミナルここじゃないですか。バスなんで入りましょう。あ、いろんなバス来てる。あ、いいですね、いいですね。一般車両はそっちか。行けるかな。あ、すごいすごい。あ、こんなとこまで入れるんだ。あ、いいじゃないですか。ここで撮りたいな。仲間ですね。仲間たちがいっぱいいる。そこが、バスターミナルの建物？はい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 。
おー、バース多くていいですね。富山って書いてある。富山の観光バスかな。あ、平湯温泉書いてありますね、そこ。温泉街来た。そしてちょっと出にくいぞ、これ。狭い、結構。それいける？結構狭くない？そこ狭いですよね。その右が危ないな。する？右、石にすりそうだけど、あ、すってる。ちょっと抜けた。あ、ここ止めるとよりそれっぽくなるね。寄せられない。ちょっと待って、この先出れない気がするんですけど。あー、なんとか通れるな。もうちょっと左寄せられますね。ミラー畳みたいけど。オッケー。ちょっと擦った？ちょっと右擦ったら。あー、平湯温泉宿泊案内所ですね。おー、ここら辺いいじゃないですか。あー、狭い。ちょっと待って、乗り上げる、そこ。ちょっと待ってて。あー、この先、阿房峠ってなってる。それ入れる？なんか裏路地ありません？さすがに無理かな、それ。ちょっと行きたいな。ギリギリ行けません？そこ。誘ってますね。これでも無理か。いや、ギリギリ無理か。目いっぱいですね。目いっぱい。でも曲がることとかもできないからな。もうほぼ左右数センチみたいな。行くだけ行ってみましょうか。出れなくなりそうだけど。見えない壁あるかな。民宿。さすがに、ミラー畳まないと。あ、一応入った。頭入った。いけますね。ギリギリいける。まっすぐバックすれば一応出られるけど。あ、いけるいけるいける。こんな感じですね。ミラーが多分擦ってるのか。今まで一番狭いかも。なんか小学校とか、そういう修学旅行とか、学校に来るバスとかこういうとこ通るイメージがあるけど。どこまで行けんだろう。あ、引っかかったかも。さすがにもう無理。なんかその民宿の看板にぶつかってるな。あ、行けた行けた行けた。帰れなくなりそうだな、これ。行けるとこまで。それ T 字路だったらもう無理ですね。まっすぐ戻らないと。焼き鳥屋さんがあるな。まあ、車両、あー、ぶつかってる。変に角度つけるともう動かなくなるぞ、これ。あそこ、屋根がぶつかるかも。いや、そこでもう無理ですね。もうミラー忘れてるでしょ、これ。完全路地裏ですね。迷い込んだみたいな感じになって。あ、でもここ走れんのか、普通に。普通の乗用車タイプの車だったらいけんのかもしれないな。
ちょっとバースだともうここから先はさすがに厳しいんですけど、あそこでも壁が出てんな。さすがにここは曲がれないですね。スペースがない。もうバークで戻るしかないですね、これは。ハンドル切った瞬間終わるな。いやー、せめてバックカメラがないと無理ですね。すごいですね。あ、でもこういうとこ入ってけるのいいですね。しかもそこは交差点ですからね、変則的な。ちょっと待ってて。ひどい。優しさがない。バックしましょう。ハザード、ハザード。もうちょっと入れられる。OK ですね。楽しかった。でもここら辺だいぶ変わりましたね。すごい生活感があっていいな。十兵衛。この道めちゃくちゃいいですね。いやー、そこもあるんだな。気になるけど曲がれないな、そこ。ここ楽しいですね。裏路地いっぱいあるんで。ちょっと挑戦してみたい。もうこれでぐるっと回りましたもんね。なんかそこら辺ちょっと広めの道ありましたよね。ちょっとゆっくり行って、ここはなんか行けそうだった。広くて繋がってる、それ。あ、でももう行き止まりか。あ、行き止まりっぽいな。さっきの路地の方がいいの。あ、でもここで U ターンできるか。ただの民家っぽい。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを用意します。その奥まで行くと大変かな。行きましょう。なんかもっと小さい車ですね。それでここら辺行ってみ、あー、ごめんごめん、一時停止がこっちか。まずこの先までだいぶ楽しめましたね。ランボルギーニとかいろんな乗用車モッドもあるんで、それでドライブしてみよう。すごっ。いた車かな。だいぶ派手な車両が。あ、いた。普通にぶつけちゃった。最悪。ポールインぶつけた。あ、こっから高速ですね。一応料金所も通れるはずですね。あ、棒トンネルかな。多分有料道路ってことですよね。あー、棒トンネルですね。長さ4370、かなり長い。あ、棒トンネルはリアルでも一回通ったことあるな。長いですよね。で、すごい整備されてますよね。あー、そうか、その左側行くと北アルプスでしたっけ。右方向です。アルプスの方でしたっけ。バスでしか行けないとこですよね。左か、ここ左行くと。上高地か。ここら辺リアルで通りましたね。だ、この先になんかバスターミナルみたいなとこありましたよね。バス乗ればその上高地上の方まで行けるってこと？なトンネル内でこう分岐してるとことか、なダムを作るために作られたような道なのかな。あー、ダムかな。この先会社があるんですよね。
おー、あ、ダムですね。すごいすごい。ここら辺で撮ってみようかな。おー、すごい景色。ちょうどダムの上ですね。すごい怖い。ちょっと怖いですね。全部入りきらない。なんか前やったバージョンだと、確か、ここまでしか行かなかった気が。ここの事務所が新しくできたのか。行ってみましょうか。そう、左もなんかありそうだけど。な、こっち側のトンネルの方行くと、松本方面、長野県の方か。ああ、すごい改造車がいる。大渋滞ですね。すごい混んでんだ。ああ、住友林業グループがあるんだ。仕事は切れないけど、とりあえず行ってみるか。あ、ちょっとしたオフロードですね。ああ、これは一気に登らないと止まっちゃう。大変なことになる。よいしょ。頑張れ。いや、パワーあんだ、このバス。坂道スイスイ登ってく。これぐらいでも、いや、大丈夫そう。ラリーコースですね。やばい、これ。横転する。調子乗ると横転しそう。いいですね。あ、来た来た。今度こっから仕事を受けてみたいですね。なんかありそうだな。立ち入り禁止。そっちが行けんの？バックできる？それ。おー、あ、すごい奥の方まで行けますね。こっから出すの大変そうだな。おー、あ、フォークリフトが動いてません？そこは行き止まりですよね。あ、ぐるーっと回れる感じなのかな。いや、丸太が広く散乱してんな。いけた？危ない危ない。痛い痛い痛い。その奥はどうなってんの？行き止まり？ああ、線路か、それ。あ、さすがにもうなさそうですよね。てか、戻れない感じがするな。ああ、なるほど。こういう感じになってんですね。ああ、なんか荷崩れしてんな、それ。よく見たら。そしてフォークリフトがゆっくり周回してる。だいぶ荒れ果てた場所だな。